日霊東銀座ビルは、株式会社、日霊及び同グループ各社が本社を置く、東京都中央区築地にある22階建ての超高層ビル。日霊東銀座ビルは、勝時橋のたもと、元は日霊の勝時橋工場があった場所に、1991年1月に完成した。1階から12階までは賃貸オフィスであり、グループ以外の会社も入居している。 十三階から十七階までは日霊グループが専有、十八階から二十二階までは賃貸マンションとなっている。なお勝時橋工場は九百六十四年の東京オリンピックの際に選手村に供給した冷凍食品を主に保管していた冷蔵倉庫である。建物両端に三角形に張り出した部分を設け銀座と隅田川両方の景観を楽しめる作りに なっている。夜間には、石井美紀子のデザインによるライトアップが行われる。住居部分は各階8個、計40個で住友不動産が管理する。18階の中庭に向かって内バルコニーが設けられている代わりに、外壁側は縦1.3メートル、横3メートルの横連窓で、オフィス部分と統一した対象となっている。本建物と晴海通りの間は1500。 平方メートルの公開空地で井上武義の設計による海と生命をテーマにした広場となっている。ありがとうございます。